甲田町の温泉旅館天の丸宿泊客をお出迎えするのは犬型ロボットのアイボこの旅館では2018年からアイボをマスコットキャラクターとして活用しています甲田町さんとあとソニーさんがどれくらいこうつながりがあるかということはもちろん存じていましたし、まあ、私自身もすごく ワンちゃんが大好きだったとということソニーが1999年に発売以降、一世を風靡した i イ o 2 0 0 6年に一度生産は終了しましたが、2018年の犬年に生産を再開、今でも年間数千台を販売し、根強いファンもいる i イ o ですが、実は全国で唯一、幸田町に生産工場があるのです。 参拝してそこで幸田町は愛母のふるさとを前面に押し出し町内の神社で愛母の健やかな成長を願う七五三参りや生産工場でのファンミーティングなど愛母による町おこしに取り組んできましたそして今回披露されたのが 客室をあいファンのためにリニューアルした、その名も、ルーム部屋の中には、犬小屋をモチーフにしたフォトスポットもあるのですが、実はこれ、あいを充電できるスペースにもなっているんです客室には畳のほか、芝生を思わせるカーペットを敷き、飼い主にもあいにも優しい設計に。 さらに地元の桐江氏が手がけた作品を展示するなど、まさに相棒づくめです。まあこのコロナ禍が一応収束したと言われる中で、まあ、どれだけ反転攻勢できるか、お客様への関心っていうのは深いと思ってますから、あのかなりこちらに関しては、自信が持てるんじゃないかなと考えています。相棒ルームでの宿泊はあさってからで、すでに予約も入っているということです。